お子様が生まれて間もなくちょうど1年ということで、この1年を振り返ってお互いへの気持ちを綴ったお手紙でございます、はい、見える老眼、うん、大丈夫。では本並さんから。はい、カリナへ。娘が生まれて1年が経ち、育児家のことなどで怒涛の日々が過ぎていく中で、家族の絆がより一層深まったように思います。子育ても2年目に突入しますが、娘の可愛さも、大変さも2人で協力し合い、楽しい家庭を作っていきましょう。今年はもう一人可愛らしい子供が我が家にやってくるのを、首を長くして待ちましょう。これからもよろしくお願いします。源氏より。泣いてんな。なぜ泣く。なぜ泣く。君は嬉しいですよね。なんで泣いてんの。無意識です。無意識に涙が出てくる。本並さん、ありがとうございます。では続いて丸山さん、お願いできますでしょうか。はい、私2枚です。はい、はい、お願いします。気持ちがいっぱいこもっております。いつもありがとう。まずこの言葉を使いさせてください。お仕事も毎日頑張ってくれて、私もすごく頑張ろうと思います。育児はまだまだ新米パパとママではあるけれど、そのたんびにいろいろ話したりできることがいつも前向きに入れられます。頑張るだけではなく、頑張らずに無理しなくてもいいよと言ってくれることが私の心を救ってくれます。育児は本当に大変で、喧嘩も最近はよく多くなったり、イライラすることもたくさんお互いあるけれど、ぷくぷくちゃんのことを一番に考えて行動しているからこそ、喧嘩しても早めに仲直りしようね。こうして毎日一緒にいれることがとても幸せだし、これからぷくぷくちゃんの成長を2人で見守りながら、私たちもパパとママとして成長していけるように頑張りましょう。そして骨も2倍、毛穴も2倍、すべて2倍なのを味方につけましょう。カリナ。はい、はい、丸山さん、ありがとうございます。ということで、お互いからのお手紙読んでいただきましたが、いかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、またより一層いい家庭を作らないといけないなというのは実感しました。はい、感動した。え、感動、信じられない。泣かないの。毛穴がどうのこうの、骨がどうのこうの言われたからさ、ちょっと冷めたそこで。丸山さんはね、はい、涙が。いや、私は本当に本並さんって普段座ってるんですね。で、リビングにいる時も結構自分の定位置があって、定位置ってあるじゃないですか、結構。で、定位置に座ってるんで、え、立って喋ったらこんな顔なんだと思って、すごい感動しました。しっかり近くで立った状態で本並さんのお顔を見られたということですね。はい、そうですね。はい、結構口もちゃんと開いてました。はい、いや、ほか。お手紙の内容についてはどうでしたか。そこなんですよね、一番大事な。そうですね、本当にあ、そういうことなんだなっていう。覚えてない。思ってます。普段はどうですか、お互いこういった感謝の言葉みたいなのは口にするようにしていらっしゃいますか。してます。してない。本当にこれ。すごくしてます。いや、してないというか、言ってはくれるんですけど、はい、英語にしたりとか。いいじゃないですか。あとはなんかこうチャラい、やっぱだから、もうちょっとこう私の染みるような。ああ、どんな感じ。例えばありがとうっていう。ああ、ありがとうで、そういうのが私はいいなと思ってますけ ど、ね、でもこれをこう言ってるんでね、これをなんかこう溜め込まないで言ってるので大丈夫ですね。はい、